今回もご視聴いただきありがとうございます。この初心者パックテント保存版シリーズは、パックテントに興味あるけどまだ使ったことがない方を対象に制作しています。1作目の購入編、2作目の内装と雨風の耐性編を見ていただけると、猿の失敗や成功の様子を通じて参考になる部分があると思いますので、よろしければ1作目から順番にご覧ください。リンクは概要欄に掲載してあります。購入して庭で練習して約1ヶ月が経過しましたが、猿がこれまでに経験して分かったことをサクッとおさらいしてみます。まずテントのポールを立てるときは、説明書通りに最初に四隅をケグ止めをする必要がないことや、開いて屋根になる部分の位置を確認して前後が逆にならないように注意することです。それからインナーテントを設置する際は、図の順番のようにすれば一番早いということです。特に2番が重要で、忘れると後でやや面倒くさいことになりました。そして雨や風の影響を受ける部分については、付属のケグよりも長い30センチほどあるものを選ぶということです。張った後で悪天候に見舞われた際にテント内でドキドキしなくて済むように、この点はがっちり押さえておきたいポイントだと思いました。家で練習中はずっと敷物を敷いていたものの、地面に座ることがほとんどなかったので、結局敷物は撤去しました。キャンプ場の環境にもよると思うのですが、芝生サイトだった場合には敷物はなくても困らないように思いました。敷物を撤去した代わりに寝転がる場所を確保するためにコットを置いてみようと思います。パックテントはキャノピーを閉じてクローズすると中が狭かった印象が強かったので、なるべくコンパクトであっても邪魔にならないものを設置してみました。作りはサーアマレストのウルトラライトコットと似ていますが、写っているのは中華製のコットです。ただしこのコットでも寝転がると地面から体が離れ宙に浮いている状態になるため、背中が冷えることはありません。サーアマレストのマットよりもコンパクトに収納して持ち運べるため、荷物を減らしたい時には重宝するコットです。パックテントは狭いというイメージがあったのでこのコットを出してきたのですが、実際には随分屋根まで余裕がありました。撮影のためキャノピーを開けたままにしているせいもあるでしょうが、これだったらもう少し大きめのしっかりしたコットでも問題なさそうです。そこで今度はネイチャーハイクのコットに変えて設置してみます。幅も問題なく設置できるし、ロータイプのコットでなくてもこれならいけそうな気がしてきました。このネイチャーハイクのコットは持ってる人も多い有名なコットですが、足を付け外しすることでツーウェイに使えるコットです。そこで足をつけてみてハイタイプにしてみます。どうでしょうか。ベンチにも使えるほどの高さになりましたので、座るにはちょうど良い高さなのですが、やはり頭が当たって少し窮屈になります。先日アストロプロダクツさんにもらった格安シュラフを使ってみます。猿は現在このシュラフをネイチャーハイクの3シーズン用シュラフと一体化させて片付けてましたので、ジッパーを外して2つに分解し天日干しして温めてから使ってみようと思います。どちらも3シーズン用の簡易シュラフなのですが、それでも封筒を二重に重ねるようにセッティングして使えばかなり暖かくなります。1月下旬なのでしっかり日光に当ててふかふかに温めてから、それでも寒ければシュラフの中に湯たんぽを入れて使ってみようと思います。夕方になり気温は7度でした。1月下旬にしてはかなり暖かい夜だったので問題なさそうです。コットはハイタイプにしたまま寝てみようと思います。枕を忘れましたが、面倒くさかったのでそのまま横になっていたら気づいたら寝てました。ネイチャーハイクのコットはベッドに近い気持ちよさがあり、幅も広めなので快適に眠れます。朝5時過ぎに一度目が覚めた時は寒かったです。寒いな、マイナスだもんな。
ただ、その後、二度寝して、次に目が覚めた時は、天気も良く、すっかり暖かくなっていました。キャノピーを開けっぱなしのまま寝てしまった上に最低気温が氷点下でしたので、夜中に寒くて何度か目が覚めました。ただ、ガックテント自体に狭さは感じず、これならハイタイプのコットでも問題なく使えそうでした。目の前の景色はこんな感じですね。ハイタイプにしてね、今使ってるので、天井が割と近いかな。そんな圧迫感というほどはないですけどね。まあ手を伸ばしたらちょうど届くぐらいですね。ランタンがね、かなり近いところにあるね。コットの足を外してロータイプにすることで、テント内の空間をどれぐらい広く感じられるのか、実際にやって確かめてみました。ローコットで撮るとこんな感じ。天井まではね、手は全く届かないです。で、ライトもね、ちょうどいい距離にあるので。この方がいいかな。ローにした方がね、湿気とか寒気がね、下から伝わってくるんだったらね、地面から。ちょっと考え物ですけど、別にそういうわけでもないと思うので、このテントの限られた空間をよりこう広く感じようと思えばね、ゴッドのロータイプの方がいいかもしれないですね。まあ、起きた時にもね、地面が近いんでね、あぐらをかくような感じでね、座ってね、一服したりもできると思うので、まあ、そういう意味ではね、ローコットでいいかなと思いますね。コットの上に座ってくつろぎたいような場合でも、ローコットだと屋根との間に余裕があるので、ハイタイプより良さそうに感じました。ただ、実際に寝る時のように、キャノピーを閉じて使うと、どれぐらい狭く感じるのか知りたくて確かめてみました。結論から言えば、バックテントに慣れていない猿でも、狭くて辛いというほどの窮屈さは感じませんでした。イメージ的にはカプセルホテルに泊まった時のような印象です。決して広くはないので、この状態だと、テント内では、ただ、寝るだけ、ということにはなると思います。ただ、昼間、お茶した時に使ったアイアンラックも、そのまま足元に置いておくスペースがありましたし、寒ければお茶ぐらいは沸かして飲むこともできそうでした。ここからは、焚き火台を組み立てながら、いろいろ考察してみました。猿が持っているのは、2000円ぐらいで買ったメッシュ焚き火台を、DIY でコンパクトに収納できるように改造したものです。DIY の様子は、別の動画に収めてますので、ご興味あればそちらをご覧ください。猿の理想は、地面に石で釜を作り、そこに焚き火をくべて、直火で焚き火がしたいのですが、猿が知っているキャンプ場にはルールがあるため、それは難しいです。そこで、なるべく、直火に近い感覚で焚き火をくべることが楽しめる焚き火台を考えてみた結果、ファイヤーディスクか、メッシュ焚き火台が良さそうだと思いました。と言っても、猿はファイヤーディスクは持っていないので、必然的に、試したのはメッシュ焚き火台です。足組みを組み立てたら、火床となるメッシュをかけます。実際に薪を置いてみます。ドキドキします。猿は、キャンプ場での焚き火を妄想しながら、一人に焼けながら、薪を並べて満足していましたが、やがて、一つの疑問が湧いてきました。どうやって湯を沸かそうか、という疑問です。そこで、作業を中断して、近所の100円ショップに行って良さそうな網を買ってきました。これです。網が起きやすいように焚き火を並び替えてみます。なかなか良さそうだったので、早く、キャンプ場で実践してみたくなりました。網の足を立てて起こしてやると、火力を調整することも、少しはできそうです。この網を使えば、ちょっとした焼き物をやったり、ケトルで湯を渡したり、はできるように思いました。ちなみに、視聴者の皆さんからすれば、今試していることはバックテントとは関係ないように見えると思いますが、猿の場合、これまでのキャンプスタイルだと、メッシュ焚き火台を使う機会がなかったため、初めての試みとなっているため、あらかじめ、シミュレーションして何が必要なのかを確かめるためにやっています。そうこうしていると、寒い季節だったら、
もっと本格的な鍋料理も試したくなってきました。そこで、ダッチオーブンを釣るための三脚を近所の100円ショップに行って漁ってみました。こんなのを見つけました。アルミ製のトライポッドです。これが使えれば、いかにも焚き火料理らしい雰囲気が楽しめそうです。組み立ててみます。何かしら100均で揃うようになると、最近はキャンプ用品店に行く機会がめっきり減りました。小物類はデザインや品質にこだわらなければ、ほぼ100均で揃うし、薪やアルコールなどの燃料も近所のホームセンターで買うことが増えました。また、テントや焚き火台、タープなどは以前だったらキャンプ用品店で買ってましたが、今はネット通販の方がよく使いますし。そういえば、先月、地元の割と大きなキャンプ用品専門店2つが、ほぼ同時期に連続で閉店しました。詳しい事情はわかりませんが、キャンプブームの到来や、終焉で、何かしら、状況が大きく変わってきているような気もします。好きなキャンプ用品店がなくなるのは、少し残念な気もします。そうこう言ってるうちに、アルミ三脚が出来上がりました。極点スタックの角型ダッチオーブンを吊るしてみました。悪くはないのですが、焚き火台に対して、ほんの少しだけ三脚のサイズが小さい気がします。これだと遠火で加熱するのが難しいし、オーブンをつけたり外したりするのも窮屈です。そんなこともあろうかと思い、先ほどキャンドゥに行った際、予備にもう一つ購入しておきましたので、そちらを使ってポールを延長してみようと思います。二つ目のアルミ三脚を開封して足を伸ばしていきます。もともとは3本をつないで1本にするのですが、4本をつないで1本にしてみます。というのも、これ以上長くすれば、逆に、強度的に問題ありそうなので、4本が限界だろうと思いました。できました。立ててみます。すごいです。フックを引っ張ってみましたが、強度の問題は、なさそうです。角型ダッチオーブンを吊るしてみます。すごい良い感じです。トライポッドを利用したダッチオーブン料理も、これでうまくできそうです。このアルミ三脚を楽しむために、もう一つ、100円ショップで買ってきたものをお見せします。吊り下げ型収納ポケット三角、というワッツのキャンプ用品コーナーにあったものを買ってきました。100円ショップなのに、500円とか、1000円とか、お財布には優しくないですが、まあ、そこそこ使えそうなクオリティなので、目をつぶることにします。開封してみました。生地が分厚くて、かなり、いいです。アルミ三脚といい、三角形の収納ポケットといい、キャンプ用品専門店においてあっても全く違和感のない商品です。これがあれば、焚き火の前後は、三脚を収納用のポケット棚に使うことができそうです。余ったアルミ三脚を使って、もう一つの三脚も組み立ててみます。せっかくなので、有効利用できれば無駄にならないので嬉しいです。ランタンポールとしても使えそうです。小型の LED ランタンでも、少し大きめのオイルランタンでも、吊るして使うことができました。ただし、大きめのオイルランタンの場合は、もう少し高さがあった方が良さそうです。また三脚だと、場所を取ってしまうため、DIY で、一加工してみようと思います。はい、使えるかどうかわからないんですけど、買ってきたのが、このステンレスフリーステイ。296mm、110円ですね。こういうもの。それから、メガネレンチ。これは8と10が一つになってる。これも110円のもの。それから、観葉ナット。こういうね、M8 の、厚みがないね、ナットになります。あとこういうね、同じく M8 の袋ナット。1個、いくらかな ?30 円とかそんなんで、売ってたのを買ってきたということになります。やってみようと思うのは、これを、繋いで、まあ、こちらをね、もう少し、尖らしてやった方がいいんですけど、刺すわけですね。ブスッと。はい。そうするとね、ランタンハンガーになればいいかなと思って。例
で、まず一つはこういうメガネレンチ、この鉢の方がですね、ちょうどこういう風に、なんていうんですか、物をかけるとこになるので、これどうですか、結構いいと思うんですよね。あともう一つは、上にね、これをつけていこうと思います。はい、外しまして、まあ、長さ30センチなんでね、しまうときにはほぼ同じ長さなんで、同じ収納袋に入るのもいいと思います。で、この穴がですね、どうなんだろう、ここにですね、これほぼほぼ同じサイズなので、ちょっとだけ削ってやらないと入らないですね。はい、簡単ですね。ほらこれでいいよね。もうこれでナットで締めてやるだけで固定できるから、で、あとこうね、端を曲げてやればね、ランタンとかこう滑って落ちないようにできるんじゃないですかね。ということで、長くなりそうなので今回はここらで一旦切らせていただきます。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ちっちゃいランタンハンガー、強いし結構、うわー、低反発ネックピローですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。